はい、じゃあ続けてやっていきます。ムーンですね、よろしくお願いします。他に調べるところはなさそうかな。翻訳機の前で、あ、翻訳全集を全部一回出すか。よし、全部出してきたので、とりあえず、うん、まあどれでもいいか。端から行こう。じゃあまずはこれか、星の土産物。読めるかな。解読成功、やったね。これはムーンワールドで石板と呼ばれている古代の石板です。ここにはカクンテ人の、あ、来た来た来た、色覚言語について記されている。あ、来た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 、ちょっと電気つけて、電気をつけて、メモするよりは、よいしょ、カメラで撮っちゃった方が早いか。いい時代だな。よいしょ、カンタ赤、ソンホ黒、ポンタが金で、タンパが白、でモンタが緑。やったぜ、やっぱり色についての意味合いだったんだね、あれ。ってことはこの順でくっついけば何か起こるかもしれないね。これでじゃあキノコの山に行ってもいいですね。タケノコの里はどこにあるんだ。よかった、やれそうなことがまたどんどん増えてきて。ああこれか、隠し場所。そうだね、お猿がデンパリキュールでしょ。で、なんだっけ、ロボットが何かくれそうなんだけど、解読できません。何か充電できるもの、携帯電話的なものが必要だと思うんだけどね。それをまだじゃあどこで手に入れるか。翻訳機が充電できればと思ったんですけどね、携帯式で。ああ、解読成功。これは、ああ、隠し場所。あ、3D 冷却装置と、釣るか。え、待ってよ、これキノコの森で釣ってる感じするな。釣りで、何か取れると。なるほど。で、花火が、高級花火が必要ってことだね。OK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 。分かってきたよ。まあ、多分忘れると思うんで。とかメモっていた方がいいかな。全部カメラで撮ればよかった。これは解読不能。テレビの中から、ゲームの世界からアルクが落ちてきて、で、さらに、月に行くことが大切だということですね。トゥーザムーンってことか。ということはキノコの森でどこか釣りポイントがあるのか、もしくは何かつけ解読不能。これは何なんだろうね。多分あの棒人間は多分 R 君でしょ。 R 君が家を攻撃する、で、矢があって、で、でも、棒人間 R 君は勇者であると。どういうことなんだろう。俺は、俺がお前で、お前が俺でってこと？ちょっと何言ってるか分かんないですね。樽人間1号。樽人間1号も何かできるのだろうか。とりあえず全部ストックしてきますね。よし、じゃあ帰ろう。ただちょっと分かんないのは虫眼鏡ですね。虫眼鏡は何で使うかっていうのは結局分からずじまいだったということだけど、まああんまり深く考えなくてもいいか。そのうち使えるものは使える、分かるでしょう。きっとあの平和研究所で、ヒントを得られる場所ではなかったということですね。ちなみにね、ヘイガーヘイガーって言ってるけど、 S って何だっけ、シュタインかな。あくまでもヘイガー一族としてのなんたらかんたらではなくて、シュタイン、ね、自分が
自分が自分がってことなんだろうな。あるちゃんは今どこに向かってんのかな。あまり深く考えないで移動してしまってるよ。また募金が壊れるな。もうしないからね募金。はい、行きましょうね。ここのルートだと多分タコカイナが買えるかな。1個買っときましょうね。で、音楽を持ってきていないので、今多分何かをすることはできないかな。売り線ショップ。かわいいタコチューね。かわいくないタコチューもあるのかな。うん、ありがとう。うん、こちらこそ。そしたら、またここですね。タッチできるかな。一応、まあ、日が落ちるまで待つか。ちょうどね、ママさんの方の冷蔵庫をちょっと開けてみたいのもあるので、またママさんがいなくなった時に、冷蔵庫開けて、まあ、冷蔵庫開けても何が出てくるか、だと思うけどね。もうそろそろ飽きそうかな？飽きそうじゃねえ。飛んでくるかな？どっち？ああ、もうヤマハってさ、右か左か決めといた方がいいかな。曜日で。ああ！マジか。ほら、あんた、見てごらんよ。なんか落っこしてきたよ。なんだこの坊主。チキショウメ。あらあらら、ギャン泣きが。おい、坊主。この玉屋平吉、ちょいとばかし忙しいんでいい。なんて言ったって王様から頼まれた大仕事だ。でも随分前に頼んでんでしょ、それ。闇を照らすどえらい花火の研究中よ。ごめんね、坊や。この人、今度の仕事に人生かけてんだよ。人生かけるには、ちょっと2年、3年は長すぎませんかね。ここは一つそっとしておいてくれ。おい、歌子、余計なこと言うなって言ってんだ。お、歌子お姉さん。こんなとこに。花火の子供も似たようなもんだ。玉や自慢の筒で打ち上げてやれや、さっさと帰んな。え、ちょっと待ってよ。いやじゃ。ただこれんじゃねえ。じゃあおめえに、どえらい花火の配合ができるってのか。やりますね。面白いこと言うね。やってみよう。おう。どうせ坊主は素人だ。一丁やってみっか。玉屋の花火は、中に9個の小さい玉が入ってる。はい。小さい玉は1から9まで。はい。この並べ方で花火の出来が決まるのよ。じゃあやってみな。おう、1、2、3。あ、なるほどね。ああ、これもヒントがあるんだろう。こんなものは1、2、3、4だよ。え？ 1、1。あ、え、こういう風にできんの？これじゃわかんねえだろう。これはちょっとな、まさかこういう風になるとは思わなかったな。どういう、なんかヒントがあるのかな？2、4、6、ん？ 1、2、3、4、5、6、7。ああ、いいのか。笑っちまうな、所詮素人だ。そんな組み合わせでできますもんねえもんだ。え？その花火は坊主にあるよ。あ、クズ花火？ありがとうございます。なんか新聞の切り抜きみたいな場所だったけど、これはわからんだろう。まあ、またクズ花火もらっちゃったから、売るか、クズ花火は。花火の配合？まあ、どこかで多分、ねえ、わかるんだろうけど、いやー、すげえ難しいな。まあ、また次ね、何かできることがありそうなので。こ
こう行くところがね増えたってことで良しとしましょう。パパさんは生きてるのか、また新しい漫画描いてるのかな。大丈夫かパパさん、ちょっと永遠の眠りについちまったんじゃないか。大丈夫か、起きてるところ見たことないぞ俺。あ、夜になった、ちょうどいいかな。勇者名、大丈夫かパパさんちょっと心配になってきちゃった。そしたらママさんが子供部屋に行った時に、はい、ハワイ、うん、はい、ファインか。行った時にちょっと冷蔵庫を開けてみたいので待つか。お、いいか。よし。ん、なんだこれ。黒いバッジに S マーク。おう。ん、見てしまったのね。実は私、掃除洗濯あまり好きじゃないの。それでドクターヘイガーにメイドロボットを作ってもらいたくて。おお。募金いっぱいいっぱいしたのよ。でもドクターヘイガー、ゴールドバッジないとロボット作ってくれない。私へそくりもなくなっちゃった。でも家族に無駄遣いしたことを知られたくないの。それでここに隠したの。あなたにこれあげるから、このこと秘密ね。ああ、うん、開けたら閉めな。このゴールドバッジ、あげられないかな。でもあげると俺が今度なくなっちゃう。王様に頼み込むか。王様からやっぱり実はこの黒バッジ恋しくなっちゃった、返してくんないかなって言ってくれる可能性もまああるよね。だからそこにかけるしか、まあ別にその金策の方法はもう分かったね。釣りができるようになったんで、そんなにね、あの金を作ることは時間かければできるんで、別にあの渡してあげてもいいかと思うんだけどね。どうだろうか、まあ、それこそ太陽の日にやってあげてもいいかな。このルートだとどうしようかな。釣りはまとめてやった方がいいかな。おまけにもし釣りするんだったらもうカクンテ人のところ行って、多分儀式を成功させるとカクンテ人限定の釣り場みたいなところに行けるようになってね、いろいろイベントも進むと思うんで、それをちょっとやっといた方がいいよね。で、体力は？だからといって、でいきなりヘイガーバッジ、ね、叩き込むのはちょっと怖い、どうしても怖いので、まずは今できることはキノコの森でガバッとやれることだよね。で16分でしょ、まだいけるよね。時間的には余裕あるから、これでちょっとパパパッと やりましょう。ただキノコがどこに置いてあるかが全く覚えてないので、まずはキノコを全部取りましょうか。今何持ってんだっけ、赤と緑と赤だけかな。そうだね、それ以外のキノコを一旦、探していきましょう。まずは黒、これで白キノコ、黒と緑とあと金か、金キノコか。
でどこかでキノコを食べる順番、色の順番をどこかで聞ければいいと思うので、それもどこかで見とかないとな。金キノコはどこにあるかな。よし、これで全部ですね。あとは架空運転人からどこかから誰かから架空運転のキノコを食べる順番をちょっと聞いておきたいんだけど、いなかったな。全員に話しかけた気がするんだけど、ガシャンガシャンじゃないな、これじゃない。言葉を少し覚えて、うん、解読はできているから、あとは順番だけ教えてくれればよくてよ。これはこれ色の説明だね。こっちはデカくんて、違うな。これはトットホテルでは動かなくなっちゃった、はい、彼ではなかったと。スートラバーマ、あ、これは全部こっちとこっちの架空の人は全部色の意味を教えてくれてる。ということはどっちだ、これ彼か。コクンテバーマトナポンタ、プリンパバーマトナポンタ、あ、これかな。ちょっと待ってね。あー、そっか、これはまだ解読の解読をする必要があるんだっけ。まあ、仮にだとポンタが金、モンタが緑、タンパが白、うん、それ大丈夫。問題なのは順番なんだよね。あれ、なんかトナテーロとかさ、なんかそんなことを喋ってくれた架空運転人がいたと思うんだけど、どこだ。一番話を聞きたい架空運転人が見つからない。そして時間は21分、体力は体力もあんまりもたもたしてらんないぜ。で時間もあんまりもたもたしてられない。これかドマンサトットテルリポイポイポイチャクンテホメバーマ、あ、これか。スートラコクンテルリンテクルンクルンテルリンパ、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ペンよいしょ。スートラコクンテクルンテルリンパのルリンパがこれで、最後がパランカでテロー。テローっていうのはクエってことを言ってると思うんだよね。でさらにここからですね。じゃあ行くよ。まずスートラはソンホは黒。なんて難しいんだ、二重に翻訳させるとは思わなかったな。まずは黒を、食う。怖いよもう。何？うわーやだなこれ。ちょっと連れてかれたんだけど。おい死ぬわ俺。こういうの見るとな、やっぱりちょっと薬物はちょっと怖いですね。はい、次がコクンテは、ポンタ。ポンタは金ですね。はい、金のキノコを食べましょう。いやー怖い。これでね。おお。これさ、ちゃんと黒は黒でちゃんと入ってんだよね、多分。そう思いたいね。で次、クルンテはカンタ。カンタは赤。うん。なんかトリップすると
強制リセットとかじゃなければいいんですけどね。次がルリンパが、モンタ、モンタは緑、OK、いうん、なんか黒を食うとでもトリップしてる気がしますね。で最後が、パランカ、タンパはもちろん白、 OK。 これで食べる順番はなかなかいいものだと思うんだけど、あ、やべえ、なんか失敗してる、なんか違うんだ、まだ違うんだ。やっぱトリップしたのがまずかったかな。それとも魚の前で食わないといけなかったか。もしくはなんだ、これだけやって、いやでも食うよね、どう考えたって。ここまでやらせてさ、違うのか。彼に渡す必要があったのかな。いや、分からんので帰るか。そしたらどうするかな。 いきなりちょっと困ったな。いや分からんじゃまずいかな。これちょっとやっとかねえと、一番大事そうっていうか、一番ねやらなきゃいけなそうなところだからな。もう一回ちょっとしっかり見届ける必要があるか。ただ時間も時間なんでな、今回やっぱり帰って寝るか。寝て涙の日か。まだ戻るにはでもまだ早すぎるよね。特にフローレンスがいい言葉を喋ってくれているような感じもしないし、キノコはこれ一回取ったらもう次取れなくなっちゃってんのかな。最後にどこで取ったか覚えてねえんだよな。ダメそうか。一回帰って、そうだな、お金があるうちに、レストランに行っちゃうか、そっちの方がいいかな。まさかうまくいかないとは思わなかったな。万が一順番が間違ってた可能性もあるからね。まああまり気にしないで、ちょっと次の回に回してみてもいいか。あ、そうだ、三味線どれだろう。バグりそうで嫌なんだけど、麺、これも、あー全部、あ、これ三味線じゃないの。批評を聞く。三味線が絞り出すオリエンタル、あ、これじゃん、これくれよ。いくら100年か。あ、いいじゃん、前だりー。おう、ソールドアウト。で、さらに、電話。月魚。なんかこれ、あれかな、流しながら動くとまたさらにイベントが起こりそうな感じだよね。これなんかその右のね、宗教部屋とか行くとなんか他にも起こりそうな気がするんだけど、
I'm waiting。 ああ、まさに俺のことですね。待たなきゃいけない。キュートなボイスでここの子供欲しいけん。でも俺が欲しいのは、なんかテレフォン的なものがあれば、ガバッとちょっと買っていきたいんだけど、そんなにこうパッケージだけではわからないか。そうだな、タイトルとかにもああないか。特になるほど。ちなみに、あ、100ネカか。お金はね、あるんで、ちょっと次回、全部買うか。この際。ちょっとやれることからやってみよう。わからないことを、ちょっと、つらつらやるよりは、寝よ。寝てね、ちょっとすっきりして、金使おう。金使って、いろいろアイテム買い込んで、で、やれることやってみよう。まずは。R 夏目とラブはママスのラブラブ。ママスのラブラブっていうのがあるけど、それもラブ、これもラブ。そして動物たちがキース。次のレベルまではあと2ラブ、もうちょっとですね。ちなみにね、1日だけ動画がちょっと滞ったのはモニターをね変えてまして、それの接続ですげえ時間かかったんで遅れちゃったっていうことが言いたかった。これもう駆け足で喋った感じだな。